丁凱文は台湾の台南市出身のプロ野球選手。現在は CPBL の中信兄弟に所属している。NPB での登録名はカタカナ表記の全開運。台湾の台南市出身。南英商工在学中の2005年、AAA アジア野球選手権にチャイニーズ台北代表として出場。また、文化大在学中の2008年にハーレムベースボールウィークにチャイニーズ台北代表として出場した。北京オリンピックでは8月14日の対日本戦で最後の投手として登板し、2、3イニングを投げて3四死球、2被安打、2失点だった。2009年3月に開催された第2回ワールドベースボールクラシックのチャイニーズ台北代表候補にも挙げられた中、同年2月3日、阪神タイガースの春季キャンプにおいて入団テストを受け、キレのあるストレートと多彩な変化球が評価されて合格。3月4日に正式契約が発表された。第2回 WBC の初戦の対韓国戦では、1、3イニングでノックアウトされたリブリ・マサの後を継いで、1イニングに3を無失点に抑えた。シーズンでは4月26日の対広島東洋カープ戦で1軍初登板し、6回を無失点に抑えたが直後にスコット・アッチソンが勝ち越しを許し、勝ち負けはつかなかった。その後、中継ぎで数試合登板したが、安定感を欠き、2軍降格。7月に1軍昇格したが、結果を残せず再び2軍降格となった。下柳剛、福原忍の不振で先発不足だった球団事情から、再び先発要員として一軍昇格し、9月20日の対広島戦で3度目の先発。味方の大量点に守られ、7回を2失点に抑えて、プロ初勝利を挙げた。その後は、中継ぎに回り、敗戦処理での登板が増えた。2010年4月9日に一軍昇格したが、1試合に登板したのみで4月15日に登録抹消となり、その後昇格することはなかった。2011年は2軍スタートとなり、ウエスタンリーグでは好調を見せ連続無失点の登板を続けていたが、外国人4選手が1軍で揃って活躍していたため昇格機会がなかった。前半戦最後の9連戦である7月16日の対横浜 DeNA ベイスターズ戦で前半戦の登板機会を終えたランディ・メッセンジャーとの入れ替わりで、シーズン1軍初昇格、初先発登板し、6回に3を投げ2失点に抑え、加えて味方の大量援護もあり664日ぶりに1軍での勝利を挙げた。その後、外国人枠の関係から2軍落ちし、7月30日の対に再び1軍で先発したが、3回に失点で降板し、翌日2軍落ちした。2012年9月21日に、第3回 WBC 予選のチャイニーズ台北代表に選出された。9月29日に戦力外通告を受けた。11月には第3回 WBC 予選前にキューバ代表との国際親善試合であるサンダーシリーズのチャイニーズ台北代表に選出された。2012年12月25日に横浜 DeNA ベイスターズに育成選手として契約を結んだ。2013年1月14日に第3回 WBC 本戦のチャイニーズ台北代表メンバーに選出された。シーズンでは2月26日に DeNA の支配下選手登録が発表された。オープン戦では1試合ながら先発で登板し、6回を2失点の成績を残した。この好投が評価され、開幕後3月31日の対中日ドラゴンズ戦で先発。しかし、3回持たず、6失点と大荒れで翌日に2軍降格となった。再昇格後の5月22日、対福岡ソフトバンクホークス戦で先発として登板したが、初回に3四球後、松田宣浩に満塁本塁打を打たれて、敗戦投手となった。11月に台湾で開催された2013ベースボールチャレンジ日本 vs チャイニーズ台北のチャイニーズ台北代表に選出された。しかし11月19日に球団から来季の契約をしないことが発表された。2013年11月28日、中信兄弟からドラフト1巡目で指名され入団。2014年9月に開催されたニガワアジア競技大会のチャイニーズ台北代表に選出された。同大会では準優勝に貢献した。シーズンでは最終的に22試合に登板して11勝3敗、防御率 2.48 の成績で最多勝ち、最優秀防御率の2冠を獲得した。特に2代、ライノズ戦に強く、9試合に登板して8勝、防御率 2.01 の成績を残した。2015年は昨年に続き2桁勝利をマークした。2017年はシーズンの防御率トップ10のうち上位8名は外国人投手であり、その中で台湾人の1位がテイであった。2018年はシーズンオフにエネオス侍ジャパンシリーズ2018に出場した。2019年はリーグ最多の65試合に投げ11勝3敗を記録し、ゴールデングラブ賞を獲得した。中継ぎ登板のみでのゴールデングラブ賞を獲得は CPBL 史上初の出来事であった。2020年は54試合に投げ15ホールド、防御率 3.11 を記録した。台湾シリーズ第1戦目では3ランを被弾し、敗戦投手、第4戦目でも失点を喫しシリーズ防御率 13.50 を記録した。投球フォーム元は3クォーターから最速時速 151km の速球と鋭いスライダーのほかツーシームやチェンジアップなども投げる。2011年シーズンから腕の位置を下げサイドスローに近い3クォーターの投球フォームに変更した。CPBL 投手記録、NPB 打撃記録、NPB その他の記録、CPBL。ありがとうございます。